犬巻は、巻か巻属の常緑信用高木。日本及び台湾など、比較的暖かい地域に分布する。犬巻の尾花高さ20メートルほど。樹皮は白っぽい褐色で、細かく薄く縦長に剥がれる。茎はまっすぐに伸び、枝先は上を向くが、大木になると、枝先は下水する。葉は細長いが、扁平で旬脈がはっきりしており。 いわゆる針葉樹の葉には見えない形をしている。私有一種。尾花は、前の年の枝に多数付き、水上で垂れ下がり、黄色い。芽花は1センチメートルほどの柄の先に、小さな包容があり、その中の一つが伸びて、その先端部に胚種を含む。胚種を含む部分が膨らんで種子となり、その基部も、丸く膨らむ。基部の膨らみは、過小と言われ、熟すると、 次第に赤くなり、少々松屋に臭いものの、甘く食べられる偽果てである。種子は緑色になって、白い甲を吹く。こちらは、毒成分を含有し、食べられない。全体としては、緑と赤色の団子を串刺しにしたような姿となる。鳥などがこの仮称を食べるときに、種子散布が起こると考えられる。種子はまだ木の絵にあるときから発芽を開始することがあり。 これを体制種子と呼ぶ。商用樹林に生育し、神社林などでは優先している場合もある。これは森林が小さくなると風の影響を受けやすく、風に強い犬巻きがよく残るためではないかとも言われている。庭木としてよく植栽され、庭園などにも植栽される。庭木としては北アメリカ南部でも利用され、草巻きやブッディストパイン、フェルンパインなどと呼ばれる。 中華人民共和国では、縁起物として人気があり、日本から輸出されてきた。防火、防風、防音の機能を有する樹種としても知られる。そのため屋敷林や畑の防風林に用いられる。遠州地方では、細葉と呼ばれ、防風林、防砂林目的に、生垣として利用されてきた。 古民家では必ずと言っていいほどこの生垣を持っており、子供たちはおやつ感覚でその実を食べ、葉っぱで手裏剣などを作っていた。中国原産で犬巻より小型で葉の数が多いラカン巻きバリエーション。巻きは庭木や生垣として栽培される。果実は子供が人形、コマ、矢印、おはじきにした。単に巻きとも言う。本来は 別にある薪なる木に対して、それよりも劣るものとして、この種のことを癒しんでつけられた名である。古くは、杉のことを薪と呼んでいたことから、これに対するものとの説、あるいは、紀伊半島や四国地方では、高山薪を、本薪と呼ぶことから、これに対しての命名とする説もある。ただし、材の使用に関しては、それほど劣るものではない。特に水に強いことから、 風呂桶などにも用いられる。沖縄県では古くから木造住宅の高級建築材として利用されることがあり、国の重要文化財である中村家住宅等にも用いられている。これは犬巻が強い高あ性を持ち、住宅の天敵である白あに強いからである。沖縄戦で消失する以前の首里城も構造材には犬巻が用いられていた。 第二次世界大戦後の1992年に再建された首里城西殿は財の枯渇から犬巻が使えず台湾檜の木やアスナロが使用された千葉県の県の木に指定されている鹿児島県では半世時代から藩主シ津市の命により率先して犬巻が植えられてきたため池垣や防風林並木道が多数見受けられ 一つ葉と呼ばれ、住民に親しまれていた。神社やお寺では、事例数百年にいる巨木も多い。1992年に再建された、沖縄首里城では、沖縄ではすでに手に入らなくなっていた犬巻き材を補うため、鹿児島から大量に運ばれ利用された。利用されていたので様々な地方名がある。清冷枝尺の幼虫が歯の食害を起こす。 生育域の拡大は温暖化と関係あるとされているが、1950年代に南九州地域で大発生した記録もある。犬巻由来の犬巻クトンや薙クトンなどの物質を体内に蓄積することで鳥などの捕食から逃れている。ありがとうございます。